塩内くんと一緒にってことは一緒ぐらいですかね。そうですね。大学生。大学生です。お、はい、多分俺は年上です。それは全然年上だと思いますけど。俺4年でなおかつ一浪してるんで23なんで。ナイキまだ1年生なんで。お、最近1年生多いな。この前だってうちいたじゃないですか。あ、この前2人組に。ナイスボール。1年生だ。これ超当たるんですよ。サークル入ってないんですか？一応サッカーサークル入ってるんですけど、うん、あんまりなんか日程が合わないというか。え？授業？授業がいっぱい入ってる。え、理系？理系なんですよ。だから月曜日から土曜日まで必修が入ってて。ほらきつ。え、でなんか理工サッカー部とかありません？サッカー部。ああ、なんか、てか自分が入ってるとこがなんかサッカー部なんですけど、なんかまあサークルが大きくなった部みたいな感じなんですよ。なんかうち自分国家なんですけど、国士だったら超強そう。だから多分ガチのところは多分もっとやばいと思います。国士体育会クソ強いですよね。やばいっすね。あの柔道とかなんか個人技が強い。うち緑と引き上げたの結構でかいから。あ、じゃあ青。サークルなんていう名前ですか？なんか世田谷サッカー部。でも多分ガチなあれですね。サッカー部だったらちょっと有名そう。サークルから。いやどうなんでしょうね。ゆるいですよ。練習も全然しないです。うちも早稲田の理工サッカー部で俺入ってたんですけど、はいはい、そこもなんか部だからやっぱり一応。試合中激しかった。しかもちょっと怖いし、ね、プロとかで、あの高校の時にサッカーとかで、あマジで死ねえとか言ってる。味方なのに死ねえとかやる。ひどいとか。でもまあ試合中そんなに怒鳴るとかないけど、小言でなんか言ってるから超言われてる。面白すぎる。だから超ブツかなり、なんかあいつさっさと話すよ死ねとか言って結構それ。今21しか。そうですね。赤勝ちました最初。勝ちました。じゃあ今青が2敗か。そうですね。あと1分ポジションどこなんですか？ずっとサッカーではセンターバックやってたんですよ。この細さで。でも大きいから。身長だけで選べられました。
でもセンターとか身長でかければ結構、あとカバーリングとかうまいよ。田舎出身なんで。そうなんですか。全然あのサッカー人口結構少なくて。どこですか。新潟なんですよ。新潟の山奥なんですよ。アルビレックスのイメージ。アルビレックスとかの方はもう本当に都会なんで。長岡は都会ですか。長岡都会です、ね。一番近い都会です、ね。ああ、新幹線止まりますよね。止まりますね。新幹線で降りたことがあるかもしれない。あれ新潟って県庁はどこなんですか。新潟市ですね。あ、新潟市があるんですね。はい、新潟市が多分一番でかいしね。あの政令指定都市なんで、一応。あ、来た。チャンス。あ、ほら、カウンターのチャンス。ラストアップレー。